ああ、せや、ダーリンに関しても200万再生ありがとうございます。日頃からたくさんたくさん応援のコメントやったりとかもろもろをね、くれた皆様のおかげでね、突破することができました。ダーリンほどフルバージョンを求められたことがないぐらいフルバージョンくれっていうコメントが全体のコメント欄で7割ぐらいを占めてるんですけど、なんでひわちフルバージョン作らへんのって言うと、みんなの期待値に応える自信がないっていうのが正直なところで、もみんなのコメントが悪いわけじゃないねんけど、あのダーリンが生まれたのって音響ってその日によって違うし、やっぱり声の調子とかも違う、喉の枯れ具合とかも違うし、部屋の鳴り方とかね、空気の音とか空気の揺り方とかね、機材の温まり具合とかもそうやし、全てがもろもろ相まってみんながこう評価してくれたダーリンがこう出来上がったと思っているので、みんなの期待っていう面に関してもそうやし、それ以外で言っても作者様のね、制作されたその意図に沿った歌い方ができるんかなみたいな部分とか、もろもろの要素がこう相まってあのワンコーラスができたと思ってるから、仮にフルバージョン作るとしたら1番に関してはショート動画の音源そのままにしようと思ってるんですけど、なんか2番違うよなみたいにみんなに思われるのももちろん申し訳ないなって思う、そのみんながねその期待してくれてた分申し訳ないなっていう気持ちはあるし、それ以上に自分への合格点みたいなものはものすごくこう俺は基準高くいきたいなって思ってるから、自分ががっかりしちゃうのが嫌かな。もっとこういう表現したいのになとか、こういう声を出してメッセージを伝えたい歌やのに、1番ではそれがうまくできたのに2番ではできやんかったなみたいな、そういう風にこう思ってしまうのがあんまり気に食わんなっていうので、今後も出すことないんちゃうかなと思うけどね。なんかその200万再生ね、みんながこうしてくれたっていうのは、それこそ俺のダーリンを良いものという風にみんながこう認めてくれるかっていうことの証明やと思うから、もう俺の代わりに叫んでくれる人もいますと。そうね、いつかそれこそ、ごめんな、今俺が崖を登るのに必死になってる間に逆突配信があったんでしょう。まあそれこそいつかその歌枠とかでねやることがあったとしても、録音およびミックスがされた状態で出すことはまああまりないかなとは思いますね。いつか本当に満足いく状態で録音できたっていうことがあったらね、ぜひぜひ出させていただこうかなと思いますけど、うん、200万再生いただきましたし、他のね曲のショート動画であったりとか歌ってみたとかもね、それこそさ俺ほんまにすごいなって思うのがね、結構ねうちの同期メジャツ A の他7人がですね、コンスタントに歌ってみたとかにこう挑戦してるじゃないですか。それがほんまにすごいなって一視聴者というかあれとして思ってて、まあ、視聴者としてもそうやし、活動者としてもこう尊敬してる部分があって、歌ってみた動画を1本出すってなるのって、詳細はもちろん言えないし言わないけど、ただならぬその準備とかがこう必要で、ものすごいこうやり取りであったりとか、いろんな過程を踏んで1本の動画、1本の歌、1本のミックスがこう出来上がってるんですね。だからあれをね、あそういう歌ってみた動画とかにこうコンスタントに挑戦しに行けてる、挑戦しようってこう思えてるめちゃ強いのみんなもそうやし、もちろん同期っていう単位やから余計その尊敬の度合いが強いけど、もちろんその先輩方とかもさ、いっぱい歌ってみた挑戦してらっしゃるしね、すごいなって思うな。だからね、俺も準備とか大変やったりね、いろんなやり取りとか大変やったりするけどさ、あんまその数字のこととかはね言うのはその野暮やし言うべきじゃないと思うけど、やっぱりその数字を見ない状態では生きれない職業ではあるじゃないですか。ダーリンであったりとか、それこそスクリームであったりとか、 FT も今約90万回ぐらい再生いただいてて、それこそミリオンが見えてきてる現状があるわけでございまして、数字がある種そのみんなからの今後も頑張るよみたいなさ、背中を押す後押しというか期待してんねみたいなものにがこう一番わかりやすく現れてる部分かなっていうふうに思うので、俺もなんかその同期とか他の先輩とかに負けないようにいっぱいコンスタントに歌とか歌のショート動画とか歌枠とかもね、だから俺ライとかほんまにすごいなって思うんですよ。あの頻度で普通歌枠できませんからね、すごい努力してるよ。やからね、俺もなんかこう負けじと頑張ろうってこう思ってます。めちゃくちゃ、お、すごい場所が変わったで。今雲みたいなのいたな。